オリックスは高槻・萩谷バファローズ球場で行われたウエスタン・リーグの阪神戦は3対3の引き分けに終わった。先発は田島大樹投手。初回、得点圏に走者を背負うも無失点に抑えると2回は三者凡退に打ち取る。しかし3回1、2、3塁から桃崎青井内野手に先制の2点的自打を浴び、続く野口恭介外野手の1号ソロで3失点。 3回47球4安打1死球4奪三振3失点で降板した。動画、奇跡のアイドル、が、可愛すぎる、保守も口ヤングリ、京セラドームでハニカミ死球式。5回まで相手先発、高橋春人投手の前に3安打無得点だった打線は6回、先頭の現県大外野手が三塁打を放ち、続く福田周平外野手の内野ゴロの間に1点を返す。 さらに8回、代打、勝木和也内野手の敵時だと池田龍馬外野手の疑比で2点を奪い、試合は3-3に追いついた。オリックスは右足首の故障で戦列を離れていた福田が途中出場で実戦復帰した。また、山岡大介投手が3月28日以来の公式戦登板。1イニングを投げ無安打1奪三振無失点の投球を見せた。 西部はベルーナドームで行われたイースタンリーグのロッテ戦に6対4で勝利した。初回に牧野、翔矢捕手の敵時二塁打などで3点を先制2回にはアンソニー・ガルシア外野手の3号ソロが生まれ序盤から4点のリードを奪う。先発の与カ海人投手は5回94球4安打4四四球2失点でマウンドを降りた。対するロッテは三間学投手が5回4安打3奪三振4失点。 自責点1。初回に3失策と守備が乱れた。ソフトバンクはタマホームスタジアム筑後で行われたウエスタンリーグの工夫早手戦に0対3で敗れた。先発、三浦瑞希投手は4回までパーフェクト投球。5回に1点、8回にも1点を失ったものの、8回6安打1四球4奪三振2失点の好投でマウンドを降りた。 一方の打線は初回に3連打で一死満塁のチャンスも併殺で逃してしまう。その後も相手先発、二宮伊崎投手に粘られた。6回以降は死球で走者を出す場面もありながら、ヒットが生まれず。9回にも1点を失い03で試合終了となった。笹川義安外野手が3安打を記録したが、後期にあと1本が出なかった。